皆さんおはようございます。妙高220ポンド、体重100キロの松村妙高です。今日の岐阜市内、うっすら雲がかかっております。気温は昨日よりは少し暖かな感じがいたします。天気は回復傾向にあるようですが、皆さんの地域ではいかがでしょうか。今朝もですね、朝から恐縮ですけれども、霊柩車の話をしたいと思います。霊柩車に乗ってですね、あるお宅からですね、斎場へ運ぶというそういうお仕事で、行った時のことなんですが、よく城下町なんかで間口が狭くて奥行きがあるというお宅ありますよね。まさにね、お迎えに行ったところがそんなような感じでした。女性の方ばかり見えて、で、ちょっと運ぶのにね、大変かと思って私を手伝いをしました。家を見ますと、亡くなられた方はどうも おばあさん、それもですね、安田おばあさんというようなイメージでございます。そんなおばあさんですから、ひょいっと持てばいいというふうに思ってたわけなんですが、棺桶に手をかけましたらね、めっちゃ重たいんですよ。ずっしり重たい。なんでこんなに重たいんかなと思って、おかしいなと思いながら、玄関先まで、こう来たわけですね。で、どうですか皆さん、最後ね、ご自宅から出されるときはご家族の手でっていうようなことで、ご家族の方と変わることになりました。非常にね、滑りやすいおかんでして、なんかちょっとツル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 して、今までにない、そのなんていうんですか、しっくりこない感でした。滑りやすいおかんですので、気をつけてくださいねって言って、で、家族の方と交代したわけなんですけれども、その一歩交代して、そうですね、ご家族の方が一歩進まれるか進まれないかぐらいでですね、おかんをですね、脅されてしまったんですよ。ゴロンって。で、中に入って、背底だっていうか納めてたご遺体がですね、ゴロンと出てきまして、うわーっと思ってびっくりしてですね、私もね、思わず女性の、その亡くなられたおばあさんの肩に手をやって、で、足の方を持ってくださいって言った瞬間に、胸のポケットに入れてた携帯がポロンとで、ね、落ちまして、滑って落ちましてね、なんとおばあさんの頭にコンって当たって転がってたという、うわごめんなさいおばあさんっていう感じですよね。で、おかんに納め直したわけなんですけれども、その中にですね、お茶碗とか、お茶碗であるとかね、それが水代わりに使ってた傘とかね、もうありとあらゆるものがね、入ってるんですよ。そりゃ重たいはずですよね。で、通常ね、お棺の中にそういうものを入れていけないんですね。ですから、もうどうで、出してくださいって、いや向こう行ったらこれ使えないとおばあさんが苦労するからって言われるんですけど、いや、そう、老眼が悪くなってしまうわけですよ、そういうもの、余分なものを入れるとね。ですから、もう出してくださいって言って出してもらいました。お気持ちは分かるんですけれども、缶の中にですね、余分なものを入れるとですね、言い方どう表現していいんだろう、うまく焼けない、というようなこともありますのでね、必要最低限のものにしていただきたいと思います。なんか思い出の品とかそういうものは写真に撮ってね、お棺に入れられるというようなこともね、一つの方法かと思いますので、それでは皆さん、朝からすいません、いってらっしゃい、行ってまいります。